ジョチウルスは、13世紀から18世紀にかけて、国会北岸のドナウ川、クリミア半島方面から中央アジアのカザフ草原、バルハシコ、アルタイ山脈に至る広大なステップ地帯を舞台に、チンギスカンの長男、ジョチの後営が支配し攻防した遊牧政権。一般に、キプチャクハン国の名で知られる国とほぼ同じものである。ジョウルスは、歴史家によって、キンバリア国。 キプチャクアセ国といった様々な故障がなされている。終始、ジョチハン・オサムでは、ジョチ家の政権を指して、ジョチのウルスと呼称しており、この記述に基づいて、ジョチウルスという故障が用いられている。口実するように、ロシア中心主観の影響を濃厚に受けている、キンバリアセ国という故障を避けるため、近年のモンゴル史研究者の間で広く、用いられている。 日本では1898年以来、学校教科書が、キプチャクハンコクという名称を用いていたため広く知られているが、実は、資料上で確認される故障ではない。マムルーク朝で編纂された資料では、ジョチウルス君子を指して、キプチャク草原の王とも故障するが、キプチャク汗という故障は、歴史資料には全く現れてこない。そのため、 キプチャクアセ国という故障は、後世の歴史研究者による研究上の故障に過ぎない。主に、ロシア語資料において、ジョチケの政権を金のダイオルドと故障することに由来し、ロシアを中心とする欧米地域では、主としてこの故障が用いられる。ただし、金のダイオルドという故障が初めて、ロシア語資料に登場するのは16世紀以後のことで、あり。 金バリア瀬国という故障は同時代的なものではないという批判がなされている。ただし、このような批判に対して、ルブルックなどの記録にもバトゥが金の玉座に座っていたとあることを挙げ、金のダイオルドという概念は同時代的なものであるとする反論も存在する。また、初めて金バリア瀬国という故障を用いた火山帝国史における金バリの用法は、 現代における用法と微妙に異なるものであり、口述するように、バトゥ以前の除地消しを含まないなど、その指し示す対象については、議論がある。現在では総じて、欧米諸国の大部分で、キンバリアセ国、欧米諸国の一部と日本で、キプチャクアセ国という呼称が用いられており、一方でこの政権の研究の専門家が、除地ウルスという呼称を積極的に用いていると言える。 ジョチウルスは、複数のウルスの集合体から成り立っていた、モンゴル帝国のうち、ジョチの公営によって支配された、ウルスである。その名称の発生時点は明確ではないが、14世紀、初頭に編纂された、終始、ジョチハンをサムに、すでに、ジョチ家の勢力に対して、ジョチのウルスという表現が使われており、ティムール朝やムガル朝など下った時代の資料でも、 女子ウルスの末裔であるウズベクを指して、女子のウルスという用法が見られる。成立以来、40人近くいたとされる、女子のモロコとその子孫によって、文法支配が行われたが、その中央政権は、女子の次男バトゥが、ボルガ川下流の平原に気づいた都市さらいを中心とし、藩の称号を帯びた、女子生の君主が支配した勢力であった。 このサライの政権は藩が金で装飾された蝶幕を宮殿としたことから、ロシア語で、ウクライナ語で、英語で、ゴールデンホードと言い,い、その日本語訳を黄金のオルドあるいは、緊張勧告と言う。また、その支配下に入ったルーシを、しばしば金ルーシと呼ぶが、日本語では、金ロシアと訳されることが多い。ジョチウルスが拡挙した草原地帯は、キプチャク草原と呼ばれるため、 日本では、この遊牧国家を、キプチャクハンコクと呼ぶことが多いが、キプチャクハンコクという語が18世紀に完全に、消滅するまでのジョチウルス全体を指す場合と、1243年に、建設され1502年に滅びたサライを中心とする、政権を限定して指す場合と定まっていないので、ここでは、ジョチウルスと呼ぶ。1206年に、チンギスカンが即位し、 モンゴル帝国を起こすにあたって、長男女子には、ゲニ・ゲス部のクナンノヤン、風神部のケテ、シジュート部のモンテウル、アルラト部のバイクラ4人の千人隊長と、彼らの率いる4千人隊長が与えられた。女子がこれら4千人隊と共に、アルタイ山脈方面のイルティシュ川流域に遊牧し、ウルスを形成したのが、女子ウルスの起源である。1224年頃、 女チが父に先立って死去した後、次男のバトゥが女チ家の課長となり、女チがチンギスに命じられていた南シベリアから国会北岸に至る諸地方の征服の任を受け継いだ。1235年、クリル隊での決定に従って、第二代皇帝、オゴデカーンは、バトゥを総司令官とするヨーロッパ遠征軍を派遣し、バトゥはボルガ中流域のブルガール。 草原地帯のキップチャクなどのトゥルク系、フィン・ウゴル系の諸民族、北、カフカスまで征服して支配下に置き、ルーシ、ポーランド、ハンガリーまで進撃した。1242年、バトゥはオゴデへの不法を受けて引き返し、オゴデへの後継が決まらず紛糾するのを見て、ボルガが赤流に止まることを決め、さらに音とするとともに、周辺の草原地帯を諸兄弟に分布して、 自立政権を築いた。バトの青町ハンコクと、オルダの白町ハンコク建設当初のジョチウルスは、ウルスの西半分をボルガ川流域に遊牧する、ゼウルスの総主バトの王党が統括し、東半分をイルティシュ川流域に遊牧するバトの2オルダの王党が統括した。修士によれば、ジョチの四次とみなされていた兄弟は彼ら二人を含め14人いたことが知られているが、 貴下の諸軍と兄弟たちをバトゥと、オルダ両人で接班して、これを統括下に置いている。すなわち、バトゥは、女児の三男である、ベルケ、四男、ベルケチェルを、おそらく中軍とし、右翼諸軍は、五つお芝を司令として、六つおングと、七男ボアル、八をチラウカン、十、男チンバイラ八人を貴下に置いて、中軍と、右翼諸軍からなる右翼ウルスを形成した。 一方のオルダは旧男ソンコル、十字南ウドル、富夫とか、テムル、年尾千雲村四人を帰下に置いて、左翼諸軍からなる左翼ウルスを形成した。この、バトの右翼ウルスを、バトウルス、オルダの左翼ウルスを、オルダウルスと呼ぶ。オルダウルス当首は、バトウルス当首を、僧侶として尊重し高齢に従属したが、一方で、彼ら自身のウルスの君主でもあり、 独自の外交政策を展開することもあった。さらに俗国として、ルー氏の諸公国が従えられた。ルー氏の諸公は、サライの藩に対して、納税の義務を負うとともに、しばしばサライへの出頭を命ぜられ、公の人面や政策余奪を藩に握られた。ルー氏の人々は、ジョチウルスの人々をタタールと呼んだため、この俗国としての状況を指して、タタールの首輝きという、 14世紀のフレグウルスとその周辺国1256年のバトゥの死後、後を継いだバトゥのモロコサル、タク、ウラクチが相次いで創生したためバトゥの弟のベルケが継いだ。1253年に第四代モンゴル皇帝、モンケの発議に始まるフレグの西方遠征にはジョチウルスも王族たちと諸軍を派遣している。すなわちおるだけの次男を1万ともに派遣し、 死亡の四の男バラカン、同じく、ボアルの次男メンクカダルの息子トタルなどであった。ところが、ベルケの時代の1260年に、このバラカンが、遠征軍総司令フレグに対して、図相を行ったとして捕獲され、一旦、ベルケの宮廷へ送検され、これが事実と確認された後、フレグの下に再度送還され処刑されるという事件が起きた。 ほどなく、トタル、クリラ他の2名も不審死し、1262年8月には、ジョチウルスから出港した諸軍が逃亡するという事態に陥った。これらの事件を、フレグによる陰謀とみなしたベルケはフレグ率いる、遠征諸軍と激しく反目することとなった。のフレグ、ハンオサムに乗る、別の情報によれば、アインジャールートの戦いの敗北の後ので、バラカンが休止し、 これを毒殺と疑ったトタルがフレグを図書したため、ベルケの元に送られ再度、フレグによって1260年2月2日に処刑され、国も休止したとも言われる。1262年11月、ついにベルケは、トタルのいとこであった野外を前線指令とする3万の軍勢をカフカス方面に派遣した。こうして、南カフカスのアゼルバイジャンをめぐって、トルイケのフレグと対立し、 戦争となった。フレグ存命中は、アゼルバイジャン地方をめぐって、両軍一進一退を繰り返していたが、アバカが即位してからは、イルハン朝軍の猛烈な反撃に遭い、司令官のガイが負傷するなどして、ジョチウルス側の戦線が交代する勢いであったため、ベルケは、新政軍を自ら組織し、カフカス山系をカスピ海岸から越境して、 アゼルバイジャン地方のムーガアン安定地へ進行した。しかし、ベールケは、この遠征中クラ川を渡るため創上した、グルジアのティフリス付近で1266年に、沈没してしまった。このようなことで、ベールケの遠征軍は、彼の意外とともに、首都サライへ退却し、ジョチウルスのアゼルバイジャン遠征は、失敗に終わった。1267年に、ベールケを継いだ。 バトゥの孫、モンケテムルの時代には、カフカスイナンへの遠征は、フレグの後継者アバカによりたびたび撃退された、タメイル班長とは一時和平を結んだ。モンケテムルの義母は、トルイの三男クトク区の一人娘、ケルミシュアガという人物で、クビライ、フレグラの目であった。彼女は、ジョチウルス内外で非常に尊敬されていた王族で、モンケテムルが即位して以降彼女は、各方面に働きかけ、 トルイ、モンケ、バット時代からのジョチウルスと大元、ウルス、イルハン朝のトルイ家の両王朝との友好関係の再構築に奔走したことが記録として伝えられる。モンケテムルハンから徳田ハン時代までのイルハン朝・大元ウルスなどとの対外関係は、このケルミシュアガの影響が大きいようである。1260年に、モンケが、雲南遠征で沈没し、 クビライとアリクブケの兄弟による定位継承戦争が勃発すると、ジョチウルスは一応カラコルムのルス教約であったアリクブケ政権を承認していたが、基本的にクビライ、アリクブケ両陣営には中立的立場を維持した。1264年にアリクブケの降伏によって、クビライ政権が名実ともにモンゴル皇帝位を獲得すると、これを追認している。モンケテムル時代には、 東方の中央アジアについてもまたフレグの兄で、モンゴル帝国カーンのクビライに反抗するオゴデイ家のカイドを討伐しようとしたが結局和平を結び、バラクへの牽制に協力した。このような情勢のためマーワラアンナフルに存在した、ジョチ家の職有の確保などを優先したためクビライカーンとはやや距離を置かざるを得なくなった。この頃マムルーク町のバイバルスに、アバカのいる。 北西イランを協力して攻撃するよう密かに要請してもいた。1277年、首雷によって中央アジアのカイドラの討伐に派遣された巫女、ノムガンとココチュがモンケの息子で遠征軍に参加していたシリギラによって捕獲される事件が起きた。いわゆるシリギの乱である。カイドラに引き渡されたノムガンらはモンケテムルの下に護送されて、 クビライはバヤンを西方へ派遣して、これの鎮圧へ向かった。このように、中央アジアの国際情勢は緊迫する中、1280年に、モンケテムルが没した。ジョチウルスはこのために直ちにクリル隊が招集され、右翼諸軍の統括者になっていたノガイと、左翼諸軍の統帥、オルダケの統主、コニチによって、モンケテムルの同母帝とデモンケが、範囲に衰退された。 1282年にシリンギがバヤに降伏し、ノムガンダもジョチウルスからオーモットウルスへ送り返された。ジョチウルスでのノムガンダは常実のケルミシュアガラが率先して艦隊し彼らを保護したため、クビラ池からは感謝されたようである。しかし、このとでモンケの即位を心よく思わなかったモンケテムルの四次たちは1287年判断を起こして、 サライを占領し、とモンケハンを排位して、首謀者の一人トレブカを、範囲に継がせて、反乱首謀者の王族たちによる、共同統治を始めた。このクーデターに参加しなかったらしいモンケテムルの、イツオトクタワニにアルグイラに追われたが、西方にいた右翼の統水の害に助けを求め、野外と共謀して、最終的に反乱を起こした王族たちを誘い出し、彼らを処刑した。こうして、 野外らの衰退によって1291年に、ドク田が、範囲を継いだ。バットの子孫が支配するサライのジョチウルス、中央政権では、ジョチ家冒系であるジョチの七男ボアル家の当主のガイが、ジョチ家王族の年長者であったことから、ジョチウルスの君主である、範囲上に権力を行使しばト家の当主たちの動向に、干渉、対立した。ノガイは、ハンガリー、ブルガリアに勢力を伸ばし、 バルカン半島方面に一大勢力を築き上げると、共に、藩の開敗を自由に行ったとされる。野外、徳田良人は、この紛争の解決に、イルハン朝のガザン藩に朝廷を使者を送って、依頼したが、ガザンは、ジョチ内部の紛争については、不干渉を表明したため、バトゥカ内部での武力衝突は避けられないものとなった。1299年に、モンケテムルの子、 トクタ藩と争い、殺害された。野外没落後の14世紀初頭、トクタ及びその後を継いだ老いのウズビク藩の下では、バトゥケのウルスは、最盛期を迎え、首都サライは、国際交易と商工業の中心として栄えた。折しも、中央アジアでは、カイドウルスが解体したことで、東西和合の時代が訪れ、大元ウルスとジョチウルスとの交流も、活発化した。また、 ウズベクは支配下の遊牧民をイスラム教に大々的に改修させ、ジョチウルスのイスラム化がこの頃急速に進んだ。北東、ルーシの小国であったモスクワ公国のイバン・一世が、ウズベク藩に取り入り、北東ルーシ諸国の修税を集めて地帯なく支払う、責任と引き換え2328年に、ウラジーミル大公の位を獲得して、モスクワ大公国を築き上げた。 1389年、ティムールとの戦い以前のジョチウルス。星印が、首都さらい、北西に保護下のモスクワ大公国が、クリミア半島海岸には、ジェノバの植民地が存在する。モスクワの北西のノブゴロド共和国にも勢力が、及んでいる。キエフなど西部はリトアニア大公国に奪われている。サマルカンドなど南は、ティムール帝国領。 1359年にウズベク藩の孫ベルディベク藩が死ぬとキプチャク藩国ではバトゥの王党が断絶し1379年までの20年間に21人以上の藩が交代するという大混乱に陥った20年余りに及ぶこの混乱した時代をルーシュの年代期は大混乱と呼称すると部族のままが国北岸をえて大勢力となり 韓国の事実上の支配者となった。また、東部のオルダウルスでも王党がオルダの子孫から、女子の三なんとかテムルの子孫に移り、とかテムルスへのオロスが支配した。1362年、青水の戦い。1377年、ヤナカワの戦い。1378年、ボジャカ藩の戦い。1376年、 オルダウルスにいたとかテムルスへのトクタミシュは、オロスと対立して、ティムール町のサマルカンドに逃れ、ティムールの援助を受けて1378年に、オルダウルスの支配者となった。トクタミシュはさらイに遠征して、サライの藩の座につき、さらに1380年には、クリコボの戦いで、モスクワ大公国に敗れて、再起を図る途上であったママイを打ち、ジョチウルスの再統一を果たした。 しかし、徳ミシュは支援を受けたティムールと対立し、1395年、ティムールの大軍によるサライ遠征に敗れて没落し、マンギと部族のエディゲに倒された。1410年のグルンバルトの戦いでは、ジャラール・アテディーン率いる約1000人のリップカタタール人軽機兵が、ドイツ騎士団を陽動作戦で壊滅させた。1431年に、シャイド・アフメドイ勢が、 リトアニア対抗国東部の守備取りがいらから要請を受け、リトアニア内戦の反ポーランド軍をドイツ騎士団と共に支援した。一連の介入戦争はヨーロッパの勢力図を大きく変えることになった。これ以降、女子生の様々な家系に属する王族によりさらいの範囲が争奪され、争奪戦に敗れた王族が立方で藩を称して、自立し、ボルガ中流の火山藩国。 カスピ海北岸のアストラハンハン国、クリミア半島のクリミアハン国が次々に勃興し、万儀と部族の形成した、部族連合のガイオルダや、ダイオルダと呼ばれるようになったサライを中心とする、ハン国政党の政権などの諸勢力が攻防した。一方、東方の旧アオチョハン国では、女子のイツオシバンの子孫がハンとして率いるウズベク族と、オロスの子孫がハンとして率いるカザフのに、 大遊牧集団が形成され、南シベリアではシビル藩国が誕生し、15世紀の間にジョチウルスの政治的統一は完全に失われていった。クリコボの戦い以降、モスクワ大公国が急速に力をつけ次第に、功能を滞こるようになり、1480年再来の大オルダの君主アフマドハンは大軍をもって進軍したが、モスクワ大公イバン3世に敗れて、 ルーシの支配力を失った。ダイオルダは1502年にクリミア半国によってサライを攻略されて滅ぼされた。16世紀の間に火山、アストラハンシビルの核半国も次々にロシアツァーリ国に併合された。ダイオルダの半くらいの継承者を名乗った最後の半となったクリミア半国は、フメリニツキーのランデザポロージャコサックの独立に影響力を見せたが、 1783年に至って、ロシアツァーリ国に並行され、より影響力の大きなロシア帝国に変貌して、ポーランド分割に影響を与えた。多くの場合、ダイオルダの滅びた1502年か、クリミア半国が滅びた1783年を、もって、ジョチュルスの滅亡としている。なお、ウズベクで、ジョチの子孫の藩が耐えたのは1804年で、カザフでは、 ロシア革命まで女チの子孫が王族として君臨し続けた。4000人体のモンゴル遊牧民から発展しながら広大な領域を支配した女チウルスは広大な支配地域のもとに多くのトュルク系遊牧民を含んだと推測される。このため元来モンゴル系だった人々のトュルク化が進展し直例など支配者から発給される文書もトュルク語が使われた。また、 イスラム教も早くに入り、二大藩となったバトの弟ベルケは即位以前からムスリムであったことが知られる。しかし、ベルケを例外として、イスラム化はそれほど進まず、13世紀になって、ウズベクがスーフィーの影響で回収したのをきっかけに、全ウルスを挙げて、イスラムに回収した。ベルケやウズベク以降の諸藩は、イスラムに回収したことをきっかけに、 エジプトのマムルーク朝と友好を持ち、アゼルバイジャンをめぐって、同族のイルハン朝としばしば争った。そもそもバイバルスをはじめ、マムルーク朝初期のマムルークたちが、ジョチウルスの支配下で捕虜となるなどして、奴隷としてエジプトに売られていったトゥルク系遊牧民であった。ルーシに対しては、諸行の人面の最高決定権を握り、 決まった税金をさらに納めることや戦時に従軍することを義務付けた他は間接統治に委ねられた。それでも諸侯たちは頻繁に税金を携えてさらに赴いたり敵対する諸侯との争いで不利な裁定をされたりしないように宮廷や実力者への付け届けを余儀なくされ納税や従軍の義務を怠れば懲罰として遊牧民からなる大軍の侵攻を受けるなど 大いに苦しめられた。もっとも、この、タタールの首輝と呼ばれる、モンゴルの支配が、どの程度の圧政であったか、また、モンゴルの支配が、ロシア史の展開に、どの程度影響を及ぼしたかについては、ロシアの歴史学会では19世紀以来、大きな問題として議論された点である。例えば、モンゴルの圧政が、ロシア社会の発展を妨げたとする説。 モンゴルの支配によって、ロシアへは東洋的な先制支配を自己のものにすることができたのだとする説。モンゴルの支配は、ロシアの社会発展に特に影響を及ぼさなかったのだとする説など、様々な意見が出されてきた。この問題は、決着を見てはいない。19世紀から20世紀前半に至るまで、ジョチウルス氏研究は、ロシア人研究者によって主導されており、 結果として20世紀半ばまでに編集されたジョチウルス史研究所は、ロシア人の歴史観が濃厚に反映されたものとなっていた。しかし20世紀後半より、モンゴル人自身の歴史観が反映された、修士に代表されるペルシア語資料の利用が進むと、従来のジョチウルス史研究に対する批判がなされるようになっている。旧来のジョチウルス史研究では、ジョチの息子バトが、 ヨーロッパ遠征を開始した時点か、シュブサライを建設した時が、ジョチウルイコールキンバリアセ国の成立であると考えられてきた。しかし、原子や終始をはじめとする同時代資料、後世モンゴル帝国の後継国家で編纂された、あらゆるペルシア語資料の中で、バトゥを初代君主とするものは一つもなく、すべての資料が一致して、ジョチを初代君主として挙げている。 結局のところ、ジョチウルイコールキンバリア世国初代党首は、バットであるという説は、キンバリア世国はロシアにおける、モンゴル人政権であると捉えるロシア中心史観に、基づいた構成の歴史的解釈であると言える。旧来のジョチウルス主研究では、ロシア方面に偏った歴史叙述を行うため、ジョチウルス東方の動向については軽視されがちであった。その最たるものが、 ジョチウルスの後衛政権の捉え方で、旧来の説では、火山、アストラハンなどの藩国を、ジョチウルスの後継国家としながら、同じく、ジョチ王家によって治められる、ウズベク、カザフアセ国を、ジョチウルスの後継国家に数えない。しかしティムール朝で編纂された司書では、ウズベクの初代君主とされるアブルハイル藩は、新王朝の始祖ではなくあくまで、 ジョチ家の君主の一人として数えられている。同様にサファビー町で編纂された資料では、カザフハンコック君主を、ジョチ家の君主の一人として数えている。以上のような史実に基づかない、歴史叙実は、ジョチウルイコールキンバリア世国を、ロシアにおける、モンゴル人イコールタタル人の国家と捉えたために、生じたものである。ゆえに、近年のジョチウル世研究者の間では、ロシア以外に住まう。 モンゴル人の動向も含めたジョチウルス氏研究の必要性が主張されている。ジョチ、チンギスカンの長男バトゥ、ジョチの次男サルタク、バトゥの長男ウラクチ、バトゥの子、ベルケ、ジョチの三男、バトゥの弟、モンケテムル、バトゥの子とガンの子、トダ、モンケ、トガンの子、モンケテムルの弟、ドラブカ、トガンの子ダルブの子、トクタ、モンケテムルの子ウズベックハン。 モンケテムルの子とゴリルチャの子。ティーニーベク、ウズベクハンの子。ジャーニーベク、ウズベクハンの子。ベルディーベク、ジャーニーベクの子。クルナ、ジャーニーベクの子。ベルディ,ーベ,クベ,ルディーベクの弟。ナウルーズ、ウズベクハンの未亡人タイトブリと結婚。ヒズル、シバンカ、テムルホウジャ、ヒズルの子。オルド・マリク・ケルディーベク、ウズベクの子。オルダ、女子の長男コンクラン。 オルダの四男テムルブカ、オルダの六ツオクトゥカイのコ、コニチ、オルダの長男サルタクタイの、コバヤン、コニチの子クペレク、テムルブカの子ジョチバトベルケサインハントダ、モンケトクタウズベク、アオチョーハンジャーニーベク、アオチョーハンベルディベク、アオチョーハンケルディベク、アオチョハンナウルーズチェルケス、アオチョーハンヒズル、アオチョーハンムラートバザルチサシノカイトグルク、 テムルムラード法者クトルク、法者おろすトクタキヤ、おろすの子、白鳥、ハンテムルベク、白鳥、ハントクタミシュ、トイ法者の子テムルクトルク、テムルベクの子、白鳥、ハンシャディ、ベク、白鳥、ハンボラト、テムルクトルクの子テムル、ボラトの、弟ジャラアルティーン、トクタミシュの長男、アオハン、白鳥、ハンカリーム、ベルディ、トクタミシュの次男キョペク、 トクタミシュの三男、チェキレジャバールイ、ベルディ、トクタミシュの四男、アオチョウ、ハンサイードアフマド、カリームベルディの子ダルビー主題、ムハンマドバラクギアースティーン、シャディベクの子、ショウムハンマド、テムルの子、トゴリルチャ、モンケテムルの子ウズベク、トゴリルチャの、コジャーニーベク、ウズベクの子、ベルディベク、ジャーニーベクの子、ケルディベクオルダ、シャイフ、エレゼンの三男、 ヒズルフラファテムルホージャムリードアジーズハージーチェルケス、トクタミシュ、シロチョウ、ハンジャラールティーン、シロチョウ、ハンジャッパールベルディサシブカ、エレゼンムバーラクホージャチンバヨロストクタキヤ、テムルベクトクタミシュ、アオチョウ、ハンテムルクトルク、テムルベクノコ、シャディベクテムル、テムルクトルクノコジャラールティーン、アオチョウ、ハンウルグムハンマドチキレジョチからダイオルダまでのケーズ、ウルンテムルケーキンテムルケ ありがとうございます。